リティイベント MacCan プロジェクトっていうのがありまして、まあ、そちらの企業さんの方から缶詰ですね、猫のご飯をいただいたので、そちらの紹介をしていきたいと思います。なので興味のある人は MacCan プロジェクトで調べていただけたら出ると思うので、まあ、そちらのホームページも見ていただけたらと思います。まあ、簡単に説明すると、まあ、ここの会社から出てる缶詰を1缶買うと、その売られたマック缶の利益で別の人にマック缶をプレゼントする。で、1人が買ったら1人誰かにあげるみたいな感じで永続的な支援が行えるっていう感じのプロジェクトみたいです。まあ、そこで僕ね、あの金太とここ保護猫で飼ってるのでっていうところ で、まあ、YouTube もやってるので見つけていただいて、まあ、声かけてもらったんですけど、まあ、正直ご飯をねいただけるのはすごく嬉しいんですけど、まあ、うちは YouTube をやってるので、まあ、ご飯代とかに関しては正直稼げてるので、これをねもらう、定期的にくれるらしいんですよ。期間は決まってないんですけど、物が集まり次第定期的にくれるということなので、この会社さんの方に、いやこれ保護猫カフェとかに寄付してもいいですかっていう話をしたら、大丈夫ですよということをいただいたので、今後うちに送られてくるたびに、まあ、1つか2つは金太とここにもね食べてもらって、で残りは不定期ですが、まあ猫カフェ等々に寄付をするという形を今後していきたいと思っています。なので、まあ、もし今この動画を見てる方で保護猫カフェの方だったりとか、そういう団体の方がもしいれば、ツイッターで DM か、ツイッターやってなければインスタか、まあ、最悪 YouTube のコメントでちょっと声かけていただければ、まあ、場所等考慮した上で、お届けに行きます。でその際そちらが良ければ YouTube で動画で猫カフェの紹介をしたりだとかもさせてもらえたらなと思うので、もし興味のある方は、もし猫カフェの人じゃなくてもよく猫カフェ行くよっていう人は、こういう話あるんだけどどうっていうのをちょっと紹介していただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。これ声後取りなので金太の声が入ってますが、テイク2はちょっとしんどいのでこのまま行きます。ということでよろしくお願いします。さよなら。